皆様お待たせいたしました。今日はここホットモットフィールド神戸にて注目のゲームが始まろうとしています。それでは早速参りましょう。まずは三塁側、発表されている先発投手ですが、コンディションは良さそうです。そして対する一塁側、先発投手の情報ですが、本日好調、どんなピッチングになるか非常に楽しみです。それでは注目の対決を実況清水久志でお届けいたします。さあ、非常に注目度の高いゲームが始まりました。1番バッターが打席に入ります。よくってボール。第2球は真ん中に送ってストライク、ワンボールワンストライク。投球3球目、投げた、ストレートはストライク。さあ追い込んだ、打った、ショート正面、アウト。いい当たりでしたが、ショート正面でした。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。投げました、ボールに勢いがあります。第2球を投げました、真ん中見逃してストライク。テンポよく追い込みます。さあ外してくるのか、打ちました、取って一塁へ素早く送球、アウト。打席には3番バッターが入ります。ナイスボール、いい球が決まっています。ここで打った、どうだ、ファウル、ボール外れた、完全なボール球。ここは慎重に行くか、打ちました、いい当たり、軽快に一塁へ、アウト。これで3アウト。まずは初回をきっちり3人で仕留めました。先行チーム、先発投手がマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。1番バッターが打席に入ります。高く上がった、センター落下点、取りました。これでワンアウト。打席には2番バッターが入ります。投げた、低め見送ってストライク。まずは決めてきました。第2球投げた、インコースのボール逆方向へ、ゴロが抜けた、ナイスヒットです。ワンアウトから先制のランナーが出ました。打席には3番バッターが入ります。これは悠々セーフ、盗塁成功です。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。一塁ランナーは二塁に進んでいます。低めいっぱいストライク。二塁牽制、二塁タッチはセーフ。さあ勝負してくるのか、打った、引っ張った、一塁線、いい当たりですが右に切れていきます。打ちました、サード左横のゴロ、アウト。高校チーム、なおもチャンスが続きます。さあこの場面でバッターは期待のパワー80、打った、取りました、これで3アウト。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。1回が終了して0対0、先行チーム先制のピンチをしのぎました。さあ4番が打席に入ります。インハイ見送ってストライク、カウントワンストライク。投球2球目、投げました、打った、ボテボテの当たりもファーストゴロ、アウト。そのままベースに入ってアウト。打席には5番バッターが入ります。投げました、バットを出しません、ボール、外ギリギリのコースです。投球これから2球目、内角高め見送ってストライク。投球3つ目、投げました、打ちました、ファールボール、カウントワンボールツーストライク。打ちました、掴みました、これでツーアウト。6番バッターが打席に入ります。投げた、チェンジアップ、空振り。2球目を投げた、ストライク、低め。さあ最後はストレートで真っ向勝負に出るか、次はどう攻めるのか。
打った、いい当たりだ、ライト前ヒット、クリーンヒットです。クリーンヒット、2アウトから先制のランナーが出ました。打席には7番バッター、積極的に行ってもらいたい。一塁タッチセーフ、ナイスボール、いい球が決まっています。打った、打球はセカンドの右、アウト、スリーアウトチェンジ。2回の表が終わって0対0、現在同点です。打席には5番バッターが入ります。投げました、外れた、ボール。さあ次の球、真ん中決まってストライク。いいボール、変化球が切れています。さあ次は何で来るか、カットボールはボール、2-2、平行カウント。さあ仕留められるか、外角高め、空振り三振。6番バッターが打席に入ります。投げた、外角見送ってストライク。これは見送ってボール。真ん中見送ってストライク、ワンボールツーストライク。打って引っ張って、打球はレフトへ、レフト前ヒット、クリーンヒットです。打ったバッターは二塁へ向かった、ツーベース。高校チーム先制のチャンスを迎えます。さあこの場面でバッターは期待のミート83、一打先制となるか期待しましょう。二塁タッチセーフ。第1球投げた、直球ストライク。さあ次の球、カットボールはストライク、軽く追い込みます。キャッチャーからサインを受け取った、打った、まっすぐ一二塁間抜ける、ナイスバッティングです。チャンス拡大、8番バッターが打席に入ります。1球目打った、セカンドライナー、これで2アウト。打席には9番バッター、ストライク、外角へ、まずは入れてきました。投球これから2球目、これはボール、カウント1ボール1ストライク。第3球は見送ってボール、バッター思わず避けます。さあ5球目打ちました、サードこれは守備範囲内、アウト、これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。2回が終了して0対0、先攻チーム先制のピンチをしのぎました。8番バッターが打席に入ります。インサイドを見送ってストライク。ツーシーム見送ってボール。第3球投げました、直球はストライク、これで追い込みました。ここは慎重にいくか、シンカーはボール、カウント2ボール2ストライク。さあ次は何を投げてくるか、打った、痛烈な当たり、打球はショートの左、アウト、いい当たりでしたがショートゴロに終わっています。これでワンアウト、打席には9番バッター、投げました、真ん中見逃してストライク、まず初球ワンストライクを取りました。投球これから2球目、低めストライク、テンポよくいくか、ストレートはボール、打ちました、掴んだ、大事に一塁へボールを送ってアウト。1番バッターが打席に入ります。塩谷、初球打ち抜けた、いいバッティングを見せました。ツーアウトから先制のランナーが出ました。まずは一塁牽制、タッチはセーフ。第1球、ここはランナー警戒します。投球2球目、ランナースタート、キャッチャー二塁へ送球、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。3回の表が終わって0対0、先攻チームスコアボードに0が入ります。1番バッターが打席に入ります。
インハイ決まってストライク。スライダー決まってストライク。少し迷った感じになりました。さあ外してくるのか。打ちました。投球4つ目。投げた。ボール外れた。投球5つ目。投げた。バットを出しません。ボール。カーブ見送ってボール。さあフルカウント。カットボール外れた。フォアボール。先頭バッターフォアボールで出塁します。打席には2番バッターが入ります。どう攻めていくか。タッチはアウト。盗塁を阻止しました。ワンアウトランナーはありません。投げました。ミットへ直線。いいストレートです。打った。ファウル。ボールカウント1ボール2ストライク。カットボール見送ってボール。さあここはどういうコースと球してくるか。インコース見逃し三振。打席には3番バッターが入ります。投げました。直球空振り。仕方なくバットが回った感じになりました。第2球を投げました。これは見送ってボール。攻めてきます。球威のある球を投げてきます。さあ勝負してくるのか。スライダーはボール。さあ仕留められるか。流し打ち。どうだ。ワンバウンドヒット。さあバッターランナー1塁から2塁へ。ツーベースヒットを放ちました。これで2打数の1安打。さあこの場面でバッターは期待のパワー84。先制となる一発が生まれるか。注目の打席です。打ちました。ファールボール。次はどう攻めるのか。打ちました。いい当たり。打球はセンター前のヒット。気持ちのいい当たりでした。高校チームなおもチャンスが続きます。さあこの場面でパワー77のバッター、先制となる一発が飛び出すか。注目の打席です。これはボール。完全なボール球。一塁牽制。一塁タッチセーフ。投げた。打った。ファーストゴロ。待ち構えているファースト。一塁踏んでアウト。スリーアウトチェンジ。序盤が終了して0-0。先行チーム先制のピンチをしのぎました。ゲームは中盤4回に入ります。打席には2番バッターが入ります。ボールに勢いがあります。第2球投げた。ツーシームはボール。ワンボールワンストライク。投球3球目。投げました。ミットへ直線。いいストレートです。さあ次は何で来るか。打ちました。ショート右横のゴロ。アウト。これでワンアウト。打席には3番バッターが入ります。いいボール。変化球が切れています。打った。強烈。大事に一塁へ送球。アウト。さあ4番が打席に入ります。ツーシーム見送ってボール。第2球は外れた。ボール。投球3球目。投げた。真ん中決まってストライク。第4球投げた。まっすぐ空振り。さあ追い込んだ。さあ次は何を投げてくるか。引っ張った。三塁線。三塁線惜しくも切れてファウル。打った。ファウル。スライダー空振り三振。最後はスイングアウトの三振に仕留めました。4回の表が終わって0-0。6番バッターが打席に入ります。見送ったインサイドストライク。これは見送ってボール。カウント1ボール1ストライク。第3球を
投げました。球威のある球を投げてきます。打った、ボールを掴んだ。一塁に華麗にステップを踏んで送球、アウト。打席には7番バッター。初球はいいボール、変化球が切れています。投球2球目投げました。これはボール、低めに攻めていきます。外いっぱいストライク。ここは慎重にいくか。打ちました、よく取った。一塁へステップを踏んで送球、アウト。素晴らしいダイビングキャッチで阻止しました。8番バッターが打席に入ります。横田投げた、アウトコースに送ってストライク。まずは決めてきました。いいボール、変化球が切れています。キャッチャーからサインを受け取った。打ちました、抜いていった、ヒットを放ちました。ツーアウトから先制のランナーが出ました。打席には9番バッター。一気に行きたいところ、ボールを二塁へ送った。これは楽々セーブ、盗塁成功です。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。一塁ランナーは二塁に進みました。投球3つ目投げた、この変化球にはさすがに手が出ません。さあ勝負してくるのか。打った、ショートゴロだ。ショートこれは守備範囲内、アウト。これで3アウト。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。4回までが終了して0対0、毎回ランナーを出していますが無失点に抑えています。打席には5番バッターが入ります。投げました、よくってボール、カウント1ボール。いいボール、変化球が切れています。さあ3球目ボール外れた。今の投球で50球目になります。打った、いい当たりだ、破った、ナイスヒットです。ノーアウトで先制のランナーが出ました。6番バッターが打席に入ります。どう攻めていくか。また空振り、直球見送ってボール。さあ次は何で来るか。あっと3バントだ、これがショーフライになっ取りました。ランナー進塁を阻止しました。これでワンアウト。打席には7番バッター。第1球インコース見送ってストライク、カウント1ストライク。第2球はこれは見送ってボール。第3球をいいボール、緩い変化球が決まります。インロー空振り三振。8番バッターが打席に入ります。ナイスボール、いい球が決まっています。投球2球目打った、痛烈な当たり、破っていった、中継、塁に出ています。先行チーム先制のチャンスを迎えます。打席には9番バッター。なんとか得点に結びつけていった。打ちました、初球打ち、三遊間の打球抜ける、ヒットを放ちました。チャンスを広げました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。1番バッターが打席に入ります。どう出るか、ストレートはストライク。まずは入れてきました。セットポジション第2球はテンポよく行くか、一つ外した。高校チーム先制のピンチ、ツーアウト満塁。ここは慎重に行くか、
さあここはどういうコースと球種でくる、打ちました、いい当たり、三遊間真っ二つ、二塁ランナー三塁回った、先行チーム2点入りました、二塁へ到達、ツーベース、タイムリーヒット、先行チームなおもチャンスが続きます。高校チーム、ここからゼロで抑えていくことができるか。打席には初球を打ちました、これはセカンド正面、アウト、スリーアウト、チェンジ。5回の表が終わって2対0、先行チームこの回2点を取り先制しています。1番バッターが打席に入ります。投げました、外角低め、見送ってストライク。投球これから2球目、いいボール、変化球が切れています。さあ外してくるのか、流し打ち、サードライナー、これでワンアウト、打席には2番バッターが入ります。ボールに勢いがあります。第2球投げました、インコース、ボール、さあ3球目、いいボール、変化球が切れています。さあ勝負してくるのか、打った、三遊間ライナーで破った、クリーンヒット、打席には3番バッターが入ります。なんとか追いつく展開に持ち込みたい、盗塁成功、ランナーが二塁に進んでいます。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。一塁ランナーは二塁に進んでいます。さあ3球目、ストレート、おっ、2エンド1、バッティングカウント。さあ4球目、打ちました、強烈、文句なしの当たりだ、入った、同点ツーランホームラン、白球は無情にもスタンドへ、ストレートを完璧に捉えました、ベンチ前ハイタッチの列ができている。さあ先ほどの同点の場面です。高校チーム、得点を挙げここからどう攻めるか。さあ4番が打席に入ります。出塁してプレッシャーをかけていきたい。第2球を投げた、打ちました、ボールを取った、アウト、これで2アウト、打席には5番バッターが入ります。カーブ決まってストライク、投球2球目、投げた、ミットへ直線、いいストレートです。次はどう攻めるのか、バットを出しません、ボール。さあ次は何で来るか、打ちました、ライトへの打球取って、これで3アウト、チェンジ。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。前半が終わって2対2、最後は守備に助けられました。打席には3番バッターが入ります。梶山、投げました、直球、空振り、外の高め決まってストライク、早くも追い込んでいます。外れた、ボール、カウント1ボール2ストライク。ここは慎重に行くか、内角高め、空振り三振、狙いに行ってのスイングアウト。さあ4番が打席に入ります。打ちました、ライト行った、これはヒットになります。ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。打席には5番バッターが入ります。積極的に行ってもらいたい。第2球は、あっと危ない、一塁へ牽制球を送ります。タッチはセーフ。投球これから3球目、一塁牽制、一塁タッチセーフ、投げた、打ちました、サード前方のフライになりました。三塁キャンバス手前取りました。これで2アウト。6番バッターが打席に入ります。
下球が決まります。キャッチャーからサインを受け取った。高め、空振り三振。最後は抜いた変化球。6回の表が終わって2対2同点です。6番バッターが打席に入ります。投げた、カットボール、空振り。投球2球目投げました。あと間一発かわしました。ストライク、外厳しいところ、ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。カーブ、ボール、カウント2-2。さあ仕留められるか。カーブ見送ってもフルカウントになった。さあこれで決まるのか。打った、一二塁間、これは抜ける。出塁します。ノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。打席には7番バッター。一気に行きたいところ、もちろんランナーの足にも警戒です。タッチはアウト。盗塁を阻止しました。ワンアウトランナーはなしとなりました。さあ打ちました、これはどうだ。取れない、取れない、フェンスに当たった。外野からいい球返ってくる、ツーベースヒット。これで今日は3打数の2安打。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあこの場面でパワー76のバッターリードを奪う一発となるか、注目の対決となります。投げました、スライダー、空振り。打った、いい当たりだ、掴みました。あっとボールが高い。打球を確認して三塁へ向かう。高校チームなおもチャンスが続きます。打席には9番バッター。このまま引き離したい。第2球を投げた、打った、痛烈な当たり、取りました。これで3アウト。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。中盤まで終了して2対2、先行チーム勝ち越しを許しませんでした。試合は終盤7回に入ります。打席には7番バッター。インサイド見送ってストライク、カウント1ストライク。内角低め、空振り。ちょっとタイミングが合いません。テンポよく行くか、空振り三振。落ち着いてあっさりと料理しました。8番バッターが打席に入ります。外低めいっぱい、ストライク。2球目を投げた、インハイ見送ってストライク。さあ外してくるのか。直球、空振り。3球勝負で仕留めました。さあそれでは先ほどのシーンをご覧。打席には9番バッター、丸山。投げました、チェンジアップ見送ってボ。投球これから2球目、いいボール、緩い変化球が決まります。球威のある球を投げてきます。さあ次は何で来るか。打った、流し打ち、ファールボール。シンカー見送っても第6球投げました、直球空振り三振。最後は空振り三振に切って取りました。7回の表が終わって2対2、下位打線を三者凡退0点に抑えています。1番バッターが打席に入ります。投げました、いいボール、変化球が切れています。投球2球目投げた、インサイド来た、ストライク。次はどう攻めるのか。カーブ、空振り三振。見事なピッチングです。打席には2番バッターが入ります。打ちました、カウント1ストライク。カットボールはボール、辛抱できるか。これで100球目になりました。
ボールに勢いがあります。ここは慎重に行くか。よくってボール。さあ次は何を投げてくるか。インコースボール、体に近いところ。さあ次で決められるか。スライダー外れた。フォアボール。フルカウントから選びました。打席には3番バッターが入ります。積極的に行ってもらいたい。一塁へ牽制球を送ります。タッチはセーフ。第2球は外低め決まってストライク。内側危ないボール。第4球投げた。打った。バックネットの前でボールをつかみました。これで2アウト。さあ4番が打席に入ります。ミットへ直線。いいストレートです。外角見送ってストライク。さあ最後は得意の変化球で仕留めに行くか。打ちました。いい当たり。センター前に落ちるヒット。いいバッティングを見せました。高校チーム勝ち越しのチャンスを迎えます。先攻チーム外野は前進守備を取ります。投げました。ストライク。内角へ。投球2球目打ちました。セカンド右横のゴロ。アウト。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。1番バッターが打席に入ります。ボール。外れた。第2球投げた。低め決まってストライク。さあ3球目スライダー見送ってボール。カウント2エンド1。第4球投げた。バットを出しません。ボール。ボール1個分わずかに低いか。投球5つ目投げました。ナイスボール。いい球が決まっています。さあバッテリーどんなボールで勝負するか。チェンジアップ見逃し三振。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。打席には2番バッターが入ります。投げました。内角高めストライク。まず初球ワンストライクを取りました。第2球を投げた。アウトコース合わせた。ファースト左へのゴロ。アウト。そのままベースを踏んで2アウト。打席には3番バッターが入ります。初球を打った。ボールはライナーでセンターへ。取って、これで3アウト。チェンジ。8回の表が終わって2対2。上位打線を三者凡退に仕留めています。6番バッターが打席に入ります。1球目を投げた。球威のある球を投げてきます。2球目を投げました。高く上がっています。これは内野フライ。取りました。これでワンアウト。打席には7番バッター。1球目を投げました。まっすぐ空振り。タイミングが合いません。打った。打球はセカンドの左。アウト。いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これで2アウト。8番バッターが打席に入ります。投げました。外高めギリギリいっぱい。ストライク。第2球は打ちました。セカンド右。一塁へステップスロー。アウト。3アウト。チェンジ。8回までが終了して2対2。この回きっちり3人で抑えています。さあいよいよ最終回。さあ4番が打席に入ります。ツーシームはボール。カウント1ボール。いいボール。変化球が決まります。第3球は外れた。ボール。これは完全にボールです。さあ4球目引っ張った。ショートバウンド取った。軽快な守備を見せました。
これでワンアウト。打席には5番バッターが入ります。ツーシーム空振り、少し迷った感じになりました。2球目を投げた、打った、セカンドゴロ正面、アウト。これで2アウト。先行チーム、ここで代打をぶつけてまいりました。打席には代打が入ります。1球目打った、セカンド左、アウト。これで3アウト。9回の表が終わって2対2、この回見事三者凡退としました。先行チーム、ここでピッチャーを変えます。今日2人目のピッチャーとして登板です。打席には9番バッター。投げた、直球ストライク。さあ次の球、低め空振り、あっさりとバッターを追い込みました。キャッチャーからサインを受け取った。外のボール球打った、ショートバウンド、ステップを踏んで一塁へ送球、うまくさばいています。1番バッターが打席に入ります。チェンジアップはボール、カウント1ボール。投球2球目投げました、外角高めストライク。仕方なくバットが回った感じになりました。第3球を投げた、チェンジアップ空振り。さあ勝負してくるのか、よくってボール。さあここはどういうコースと球してくるか、打った、いい当たりだ。そのままステップを踏んで一塁を送って、軽快な守備を見せました。打席には2番バッターが入ります。初球打ち、ライトへの打球、取りました。これで3アウト。9回まで終了して2対2、この回きっちり3人で抑えています。高校チーム、このイニングからピッチャーが変わります。打者からすると非常に狙い球が絞りにくい投手、一体どんな攻防になるか。さあ初球、スラーブはボール。第2球を投げた、おっとすっぽ抜け、力みすぎてしまったか。第3球を投げました、直球はストライク。投球これから4つ目、シュート決まってストライク。 2-2、 平行カウント。さあ仕留められるか、外空振り三振、ボール球で仕留めました。8番バッターが打席に入ります。高め決まってストライク。第2球は真ん中決まってストライク。ここはしっかり2ストライクと追い詰めています。テンポよくいくか、バッターの足元。さあ次は何で来るか、ボール外れた。さあ次は何を投げてくるか、村本を見逃す三振、これは入っていた。打席には9番バッター、シンカーはストライク。2球目を投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ、ベースカバーに入る、取ってアウト。3アウトチェンジ。10回の表が終了して2対2、下位打線を三者凡退0点に抑えています。先行チーム、ピッチャーを変えてきました。今日3人目のピッチャーとして登板です。打席には3番バッターが入ります。ストライク、膝元厳しいところ、まずは決めてきました。打った、左中間へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト。さあ4番が打席に入ります。第1球投げた、バットを出しません、ボール、カウント1ボール。空振り、ちょっとタイミングが合いません。第3球投げた、スプリットはボール。第4球投げました、打った、痛烈な当たり、一塁送球、うまくさばいています。打席には5番バッターが入ります。ナイスボール、いい球が決まっています。スプリットはボール、外わずかにボールゾーン。投球3つ目、投げました、打ちました、いい当たり、ゴロが突破。
気持ちのいい当たりでした。ようやくヒットを放ちました。6番バッターが打席に入ります。一気に行きたいところ、ランナースタートを切った、ストライクになった、キャッチャーに盗塁成功、大事な場面で盗塁を決めました。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。先行チーム外野は前進守備を取ります。打ちました、取って、これで3アウトチェンジ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。10回の裏が終わって2対2、高校チーム2アウト2塁のチャンスでしたが得点には至りません。高校チームピッチャーを交代します。今日3人目のピッチャーとして登板です。1番バッターが打席に入ります。投げました、シンカーはボール、シンカー決まってストライク、タイミングが合いません。第3球は外れたボール、カウント2ボール1ストライク。第4球は外の球打った、レフトへ持ってった、ヒット、打ったバッター2塁も狙う、ツーベース。先行チーム勝ち越しのチャンスを迎えます。では改めてリプレイでご覧いただきましょう。先行チームここは代打を起用してくるようです。打席には代打が入ります。決着をつけてもらいたい。二塁タッチはセーフ。初球はシンカー、見送ってボール。第2球はバントした、三塁線絶妙なところ、ファウル。投げた、バントしました、これは左に切れた。高校チーム外野は前進守備を取ります。打ちました、痛烈ライナーセンターの前、ヒットを放ちました。チャンスを広げています。高校チーム内野は一気に前進してきた。投球これから2球目、打った、1、2塁間へ取って1塁を送る。先行チーム勝ち越し成功、3対2。さあこの場面でバッターは期待のパワー80、リードを広げる一発となるか、注目の打席です。2球目を投げた、高速シュート空振り、少し迷った感じになりました。さあ外してくるのか、ここは慎重に行くか、打った、弾いた、今拾った、記録はショートのエラー、処理を誤りました。このエラーがどうなるのか。さあこの場面でパワー78のバッター、相手を突き放す一発となるか、注目の打席です。第3球をセットから、上げてしまった、平凡なフライになりそうだ、取りました、これで2アウト。ここでバッターは特殊能力チャンスが F のミート、パワーは下がっていますがどう対応していくか。2球目を投げました、ミットに吸い込まれるような直球、バッター反応できません。次はどう攻めるのか、これはすっぽ抜けてボン、余計な力が入ったか、セカンド牽制、二塁タッチセーフ。さあ勝負してくるのか、あっとどうだ、ファースト交代、ファールボール、投げた、打ちました、ファウル、見送りましたがストライク、三振。さあここから反撃開始です。11回の表が終了して3対2、先行チーム勝ち越しに成功しています。先行チーム監督が出てピッチャーの交代を告げます。今日4人目のピッチャーとして登板です。打席には7番バッター。第1球を投げた、カットボール空振り、仕方なくバットが回った感じになりました。低め見送ってストライク、キャッチャーからサインを受け取った、打った、ファールボール。第4球投げました、素直なバッティング、惜しくも一塁線切れてファウル。
よくってボール、完全なボール球。第6球投げました。カットボール、よくってボール。第7球はボール外れた。投球これから8つ目。打ちました。セカンド正面、一塁に送る、アウト。いい当たりでしたがセカンド正面。これでワンアウト。8番バッターが打席に入ります。外低め見送ってストライク。まずは入れてきました。第2球は合わせたバッティング、ファーストライナー。最後のバッターに回ってしまいます。打席には9番バッター。ドロップカーブはストライク。2球目を投げた、足元崩してきます。第3球投げた、直球見送ってボール。2エンド1バッティングカウント。打ち返した、三遊間ライナー破っていった。ナイスヒットです、初安打。さあそれでは先ほどのシーンをご覧いただきましょう。1番バッターが打席に入ります。なんとか優位に持ち込みたい。投球2球目、カットボール空振り、ちょっとタイミングが合いません。第3球をセットから、バットを出しません。ボール、カウント2エンド1。さあ4球目、高く上がっています。レフト落下点、掴みました。先行チーム最後をきっちり打ち取ってゲームセット。高校チーム残念ながら痛い敗戦となってしまいました。うんと虚しく悔しい敗戦。さあそしてこれからヒーローインタビューが始まります。今日のヒーローはもちろんこの人です。本当に素晴らしい活躍を見せてくれました。さてご覧いただきました一戦はご覧のような結果となっています。以上大いに盛り上がったゲームを清水久志がお送りしました。